ななみかりんと藤井彩香のハピラジ。ハピラジは、今朝は納豆を3パック食べました。ななみかりんです。ハピラジは最近目がかゆい藤井彩香です。やられてますね。この番組は同じ事務所の2人組が自分の子たち自分の子たち自分の子たちが自分たちのことを話しつつ、皆様からいただいたおたりを助けてやばい、まだ始まって1分も経ってない。全部花粉のせいだよね。花粉のせいですね。皆様からいただいたお便りを通じて、リスナーの皆さんにハッピーな気持ちになってもらう番組です。ノンタイアップが売りのゆるい番組です。だいたい隔週更新、だいたい30分から45分、基本行き当たりばったりという名の自由な番組となっております。時々番組内で言葉のチャンバラがあったり、リスナーの皆様に元気を出してもらったり、うん、逆に励ましてもらったりすることもあるかも。うん、ということで番組がすでに2回放送されましたが、はい、やってみての感想などうふふという出た台本おじさん構文。しかも皆さんわかんないかもしれないけど、うふふの前に顔文字が入ってるっていう、なんで米印でポッとしたやつね。結構昔、よく昔使ってたやつ。という感じで話してくださいとのことです。いや本当に、ね、いや聞いた、聞きました。なんかね、私も聞いたんだけど、はい、なんかあの寝る時に聞ける番組ではなかった、うん、なかったですね。寝る時じゃないですね、あれは確実に、うん、あのね、私昼間の電車で聞いたんだけど、ちょうどよかった。ポカポカした感じ。確かになんか、うん、あの日中の作業用とかそれぐらいがちょうどいいかもしれないです ね、うん、いやもうまさにでもハピラジなんではないでしょうか。はい、どうかな、大丈夫かな。あのなんか見ていただいた皆さんからもすごい面白かったです、うん、笑いましたっていう、よかった、はい、コメントいただいたので、うん、なかなかいい出だしなんじゃないかと、ね、自分たちでやって、ね、自分たちで褒める、ね、こんな感じで仲良く進めていきましょう。はい、ななみかりんと藤井彩香のハピラジ。いやもうほんと花粉よ。花粉、いや私も花粉症って認めてないんですよ。あ、そういう人結構いるわ。まだ認めてないので大丈夫だと。春の奇病とか言ってる人結構いる。多分花粉症じゃないかなって思って。いやただ目が痒いだけなので、うん、確かに、はい、まだ我慢したいと思います、うん、そうだね。さあ今回もふつおたいっぱいいただきましたので、ありがとうございます。ご紹介したいと思います。番組に間違えた。あ、花粉のせいだ、ね、花粉のせいかもしれない。花粉ね、花粉のせいだ。はい、前髪にグミついてました。はいはいはい、いつもありがとうございます。ななみさん、藤井さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。第2回の配信でななみさんが話していた、エレベーターで守護霊がボタンを押してくれる話が衝撃的で面白かったです。中二病の子が好きそうなシチュエーションですよね。お二人も中二病を患っていた時ってあるんでしょうか。中二病エピソードがあれば教えてください。あります、中二病。中二病あるよ、そりゃ。あるんですね。え、あった、なかった。いや中二病はなかったかもしれない。いやそれ気づいてないだけかもよ。一番やばいやつじゃないですか。うん、でも なんかさ、あのピンチに陥るとさ、中二病って発動しない、今でも。あの詳しくお願いしていいですか。なんかさ、やばいやばいやばいってなったらさ、ここで私がやらなきゃ誰がやるのーってな。ああ、なるほど。確かにそれはありますね。ジャンプのさ、漫画の主人公みたいなマインドが働くとき。なるほど。あれは中二病じゃないの？これも中二病なのかな。だとしたら、だいぶ私中二病かもしれない。やっぱ気づいてないだけなのかもしれない。大丈夫、あの中学生の時眼帯とかしてなかった。眼帯はしてなかったですね。でもあの丸々ごっことかはよくしてましたね。え、何歳でですか。中学生で。あ、危ないですね、教えてください。そのアニメとか漫画とかの、うん、あのキャラクターごっこみたいな。中学生の時にあのそれでドロケやったりとか、ドロケドッジボールやったりとか。え、キャラになりきってやるの。あ、そうです、そうです。待って待って、あのその作品によるんだけれども。あ、でもジャンプ系とか、はあ、はあ、はい、そういう。なるほど、はい、やつで。でも楽しそうだね。めちゃめちゃ楽しかったです。あのエチュード的な話だよね。そうです、そうです、そうです。いいな。中二病じゃないのかな。でもさすがにこれは中二病ってどんなんだろうね。なんか俺の漆黒のなんか右目がうずくぜみたいな。それはどうやら二人ともなさそうですね。そこはなかったです。そうだね、はい、よかった、安心しました。よかったね。ね、他には
あ、そうだ、私自分で言っといて忘れてた。エレベーター、はい、実はね、はい、解決したんです。エレベーターが解決した。おそらくこれではないかっていうのね、はい、ことが、あのお友達の声優さんがね、はい、推理してくれたんだけど。そう推理。いやでもそれだろうなって思うのがあって、はい、まあ間違った階で吊られて降りちゃいましたと、はい、で気づきました、はい、で戻ってきました、はい、それでもう一回押しました、はい、呼びました。でその時にさ、たまたまね、その自分の階じゃない階の、その間違って降りた階の住人の人が降りてきちゃったって言ったじゃない、うんうんうん、はい、多分その人も本当は7階の人だったじゃないかで空いたから7階だと思って降りたんじゃないっていうのが、それだと思って。なるほど。負の連鎖が起きたのよ。同じような人が2人、たまたま2人、そう、アホのマンション同じ時間帯に乗ってしまったと。そう。あ、確かに。でもそれ最後ね、あるかもしれないですね。だってさ、あの、まあ1階とか2階でさ人が乗ってくるのはあるけど、6階で乗ってくることないじゃん。確かに人が、はい、上に行くエレベーターでさ、うん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 、それだよねそう、いやね、すごいすっきりした。よかった、怖い話じゃなくてよかった、うん、そうなんかね、守護霊とかね、はい、言ってたけど全然守護霊じゃなかった。なんか全部人間の仕業ですねあの、アホなねはい、続いてのお便りいきましょう。え、おっさんですね、はい、おっさん継承省略希望さんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。アイアンカリンコハピラジワー。ハピラジは4月に入り慣れない新生活を送っている人が多い時期かと思いますが、学生さんは部活選びや勧誘に励む時期でもあります、うん、自分などは生地がたいが良かったためラグビー部からの勧誘がすごかったことを思い出しますが、 お二人は何か部活をされていた経験などはありますか？もし部活経験がなければ今ならこんな部活に入っておけばよかったなと思うことなどお話しいただけると嬉しいですとのことです。ありがとうございます。ありがとうございます。おっさんがたいがいいんだね。おー、がたいよかったら確かにラグビーとかスポーツ系とかは勧誘すごそうですよね。勧誘ってあった？いや、私大学に行ってないのです、うん、なんか大学ってすごい勧誘が、はい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 、あのなんかの花道にもういっぱい人がいるみたいなイメージなんですけど、うんうん、中学高校とかはそういうのはあんまりなかったかなって感じで。ちなみに何部ですか？私は吹奏楽を小中でやって、うん、高校はバンド組んでみたいな。あ、すごい、めっちゃ楽器少女じゃん。本当にずっと音楽ばっかやってきて、子供の頃は。何の楽器やってたの？トランペットと大吹奏楽でやって、うん、バンドの時はベースやって。えー、ベースなんだ、はい、弾けんの今も？今もまあそんな達者ではないですけど。すごい。そうなんですよ。めっちゃかっこいいじゃん。なんかベースってとこがいいね。いやもう、うん、低音がすごい好きで。あ、へー。ベースとかドラムとかリズム単位、うん、めっちゃかっこいいじゃんと思って、うん、ベースを選んだという。かっこいいな、はい、ドゥルンドゥンドゥンドゥルンドゥンそうですそうだよね、はい、すごい。私はね、まあフェンシング部は言ってる、はい、フェンシング部のあと帰宅部だね。あー、なるほど。うん、帰宅部最高よ。いや、帰宅部はでも私も高校の時バンドやると言いつつ、うん、あのずっと活動してたわけじゃなかったので、うん、半分帰宅部みたいな感じではあったので。あ、帰宅部いいよね、やっぱね。楽しいですよねやっぱあの放課後もう毎日遊べるみたいな、うん、そう。あとあのあれね、あの夕方からやるドラマ見れるしね。あー、確かに。あれいいよね、お得感あるし、はい、帰宅部おすすめだな今からの学生さんになる方には帰宅部を、うん、帰宅部をおすすめします。いいのかいいのか。いや、部活なのかって話ですけどね。確かに。でも私運動系やってみたかったなってすごい思いますね。運動系ずっとその音楽やってたので、うん、運動部に入ったことがなくって、うん、どんな運動やりたい？私球技が本当に苦手で、うん、本当に苦手なんですよ。空間認知能力が低いんだ。もうマジでない本当にない一緒もうテニスなんてやろうもんなら、うん、もうラケット振った瞬間にボールは後ろみたいな。もうそんぐらい本当にボールでダメなんですけど、うん、なんか球技の部活を一回やってみたかったなと思って。ダメだけどやってみ、あ、まあやったらできるのかもしれないみたいな。なるほどね、はい。バドミントンとかいいんじゃない？あの当たったら痛くないじゃん。でもバドミントンはまあまあできます、うん、あ、そうなの？多分当たるのが怖いんじゃない？そうなのかな。ボールとかにね。それはでもちょっとありますよね。私もなんかさ、バスケのさ試合とかでさ、うんうんうん、運動神経はまあまあいいんだけど、うんうん、あの球技が私もダメで、距離感が、はい、なんかあの
試合始まる前にさ、こうジャンプしてなんかどっちのボールかみたいな、なんていうんだっけ、はいはいはい、あれってなんかなんだっけ、 なんかやる、なんとかジャンプみたいな、あれもう顔面で受け入れて取るタイプあれね、小学校の時転校したんだけど、はい、転校初日でさ、なんかあのクラスのさ人気者のさ女の子の顔にバコーンって当てちゃったこともあって、はい、すごい終わったって思ったね本当ごめんなさいって思って痛いやつ。うん、私逆にあれだな、文化系部入ってみたかったな。あ、何やりたいですか。いや、あのね、茶道部とか。あ、でもめっちゃ憧れました茶道部ああいういいよね、まあ、お菓子食べれるっていうのもあるけど、抹茶を飲みながらお菓子食べれるいいなみたいな。いいな。そう、でもなんかに日本由来のなんかそういう文化学んどくのも、はい、もっとおしとやかになれたかなって部活をすることで性格を変えるっていう、うん、そういうのあの成長期にさ、そういうことやっとけばよかったかなってちょっと ね思うかな、所作をさ。じゃあやっぱ帰宅部じゃなくて皆さんなんか、そうだね、やりたいの入ってもいいんじゃないかな、多分おすすめします。ナナミカリンと藤井彩香のハビラジ。ということで、はい、それでは次のコーナーです。ここからは本当にフリートークです。雑談とお便りを中心にお届けします。はい、フリートークと言いながらハピラジのプロデューサーから今回も指令が届いておりますので読んでみたいと思います。例の、はい、例のです ですね心して読みたいと思います。あ、ご褒美あるのかな今回。どうもハピラジは、ハピラジはナチュラルボン親父公文でおなじみハピラジ P です。あ、めっちゃなんか傷ついてる。もう自ら言ってしまったかわいそうさて、ななみさんと藤井さん、うん、ご機嫌うるわシーズンでしょうか。もうなんかこう磨きをねかけてきましたね、親父公文に。しかも読むのは私たちって花見やりましたか。さて今回は第3回なので、うん、3といえばベスト3、うん、ハピラジ的ランキング、あなたの幸せな瞬間ベスト3、うん、かっこヤンニョムチキンは除く。おい、ピンポイントに除かれたぞ発表してくださいちなみにね、ヤンニョムチキン決別しました、どうやってあんなもう食べてたのに。あんな食べてなんか、ね、はい、最後にさよならヤンニョムチキンをしたの最後に1回だけ頼んだの、はい、そしたらなんか一口食べた時に、はい、いつもの感じがなくて、はい、あ、大丈夫だって思ったからもう君がいなくても僕は大丈夫だ。そうだからね、やっぱやめる時は、はい、一区切りいるなって思った、その儀式がね。あ、なるほど、うん、逆に一区切りしようと思えばやめられるかもしれないです ね、うんうん、ね、ごめんなさい、お邪魔しましたさあ、ということで幸せな瞬間を見つけることができるからしいですね。いや、あのさ、まあ、はい、まあね、言ってしまえばさ、はい、みんなの笑顔が幸せじゃんまあ、ね、まあ、だからそういうの抜きで、あの、うん、ガチプライベートな幸せにしましょ そうしましょう。なんかある？私結構ありますよ。本当、私も結構ある。じゃあ1個は、うん、あの、私携帯でアラームかけてるんですけど、うん、寝起きがすごい悪いんですよ、朝が弱くって、うん、はいはいはい、そういう時にアラームの1音目で目が覚めた瞬間がすっごい幸せ、うん、幸せなの。はい、幸せなんだ。幸せです。あ、起きる辛さはないんだ。いや、なんかあの、うん、いつも起きるのが辛いんですよ朝。そっか。でも、うん、アラームの1音目が私あのピアノの曲なんですよ、うん、1音目がピアノで始まるんですけど、うん、その1音目が鳴った瞬間にパッて目がすっきり覚めた瞬間、今回苦しくないみたいなそれ毎日やってんの？あの、起きれる時と起きれない時があって、起きれる日は、うん、起きれたみたいなすごい、あ、幸せってなりますね。そうなんだよ、いろんな幸せがあるんだねなんかね私はね、なんかさ、むせた時とかにさ、はい、息でき始め幸せじゃないむせて死にかけた時、はいはい、助かった時すっごい幸せじゃない幸せ、うわ、あ、これ共感できない。これは私息できるようになったら、まあ、よかったとは思いますけど。あ、そう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 、そのよかった幸せない。でも最近すっごいむせることが増えてきて、感じない幸せ。幸せは感じないかもしれない
あれ、ね、よく水飲むとむせるんですけど、逆にさ、もうむせるから、うん、またかよってなりますね。またかよってなって、別に息吸い始めても別に幸せは感じない。そうか、今回ちょっと苦戦するね。ちょっと苦戦しますかも、これは、うんうん、他にある。あとは、うん、私、うん、あのネイルが好きなんですよ、うん、今もネイルしてるんですけど、うん、なんで自分の爪が見えた時に、うん、可愛いネイルが見えた時すっごい幸せ、うん、あーネイルね、モチベーション上がるよね。なんかパソコンでなんか作業したりする時に、うんうん、タイピングしててパッて見た時に、うん、あ今日の爪かわいいってなったら、はいはいはい、それだけで幸せです、うん、あいいね、わかるね、なんか意識高、はい、上がったような気持ちになるよね。わ、うん、かるわかる。他にはね、あのさ、家に帰ってきた時に、はい、服を脱いだ瞬間ってめっちゃ幸せじゃない。あでもわかります。あのめちゃめちゃ酔っ払って帰ってきて、なんか集合なんだね。、うん、もう服を脱いでそのまま床に放置して布団に入った瞬間の幸せさ、うん、いいね、最高だねと思って。あこれちょっとランクインしそうじゃない、今の。確かに、まあね、今のが1位で、でもそのお酒に加えるなら、私本当に、うん、あの昼間から飲むビール。それはごめん、あの共感できないわ。それはね、共感できないんだよな。昼間から飲むビールほど幸せなものはないと思ってます。あとさ、なんだろうな、めちゃくちゃ飲み物が飲みたくて、はい、喉乾いてカラカラで、あ、はい、でもなくて、はい、外に行くのめんどくさい時に、はい、冷蔵庫の奥に一本なんか水がありましたんだけど、幸せじゃない。それすごい幸せだよね。私この間まさに、うん、もうほぼほぼ同じような状況で、うん、あの炭酸がすごく飲みたくなっちゃって、はい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 、でもいや炭酸切らしてたな、うん、確かと思って、うん、最近その家でお酒飲むとき缶を買ってくることが多かったので、うん、あ多分うわ炭酸やっちゃったらないな。でももうめちゃめちゃ炭酸の口になってる、どうしようと思って。冷蔵庫開けたら一本だけ開封してないペットボトルの炭酸があって、幸せだこれだと思って、もうラッパ飲みして。なんかこのなんかね、紐の女。やばい、大丈夫かな。でもわかる、なんかある他に。でも、うん、今の感じ暫定1位、もうあの飲み物だけが、あ、よしよし決まりだね。これは私も同意します。1位ね、飲み物が飲み物があった時、意図せずあった時。2位は2位ネイルにするか。じゃあネイル、ね、ネイルいいよね。3位は3位はもう洋服じゃないですか。洋服に、あ、します、服脱いだ瞬間。もう紐の女ぶりをね、いや発揮してしまった。そんな感じかな。はい、うん、私たちの幸せは飲み物を飲むことです。そうです。七海かりんと藤井彩香のハピラジ。あの番組でもお便りのテーマを募集してまして、うんうん、あなたの幸せすぎたエピソードを教えてくださいということで、こちらもたくさんいただいたのでご紹介したいと思います。ありがとうございます。はい、では七瀬芽さんからいただきました。ありがとうございます。七海さん、藤井さん、ハピラジは、ハピラジは、幸せすぎたエピソードは趣味で続けてきた写真撮影で受賞したことです。すごい。趣味の範囲とはいえ、自分なりに腕を磨いてきた、自負があるため、選んでいただけたことがとても嬉しく、結果を残せたという実感が湧いた瞬間はとにかく幸せすぎました。うん、これにおごらず、これからも精進していけたらと思います。あんなー、すごいなー、おめでとうございます。どんな写真だったんだろう ね見たい。ちょっとぜひぜひあのツイッターとかに ね、はい、なんか写真カメラやったことある？あ、でもその、まガチの一眼とかは買ってないんですけど、うん、あのちょっとしたカメラ買って写真撮ったりとかは好きですね。うん、好きなんだ、はい、憧れるんだよね。結構楽しいですよ。そうなの。それこそ今はもう携帯もすごい発達してるから、うんうん、携帯で撮るのでも十分、はあはあはあ、すごい綺麗で一眼レフっぽく撮れるもんね、最近の iPhone で、ね、そうなんですよ。だいぶだから私はもう最近は携帯で結構風景撮ったりとか。いや、私カメラね、撮る習慣つけたいんだよね。なんかね、なんか全部なんか、そうなの、心のしまっちゃうんだよね。心のシャッターで心でしまっちゃう、だいぶ後悔するんだよね。はい、じゃあ続いていきましょう。はい、リコさん、ありがとうございます。七海さん、藤井さん、こんにちは。こんにちは。私が最近幸せすぎたことは、春休みの課題がなかったことです。うん、提出物があると自分が本当にしたい勉強ができなくて、うん、効率よく勉強することが難しいので、課題なしは嬉しいです。うん、え、真面目じゃない。私もびっくりしちゃった。すごいよね。ちなみにお二人は
課題を先に終わらせる派と残す派どちらでしたか。このラジオも自習勉強しながら聞いています。素敵なラジオありがとうございます。こちらこそ せーので言いますか。はい、せーの、残す派逆に聞きたい。リコちゃん、リコさんえ、すごい。いや、なんか私はただただ勉強したくないから課題やだよっていうタイプなんですけど、うん、まさか自分の勉強をしたいから課題嫌だっていうね。すごい、効率よく勉強することが難しいから。いやー、行ってみたい。いやー、すっごいね。うわー、優等生なんだろうね。いや、でも大事ですよ、勉強は。やっぱちょ、そ、え、あ、そうでもない、そうでもない大人になって思いました。あ、勉強って大事だなって。いや、ちゃんと勉強してこなかったからこそ、なんか、ああ、もっと常識つけとけばよかったなとか。でもさ、今例えばね、はい、学校に一日戻ったとするよ、多分うんざりすると思うよ、一日で。あ、確かに確かにまあ、あのね、それはそう。よくさ、算数とかどこで使うのとか言うじゃん、うん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 、多分学校ってなんか、あの、効率よく物事をこなすこと学んでんのかなとちょっと思うよね。あ、確かにそうですね。自分でこう組み立ててさ、宿題とかさ、時間の管理とかの勉強だったのかなと思うよね。うわ、それやってこなかったから今こうなってるんだそう、全く同じです。私すいませんでした。リコさん、頑張ってください。頑張ってください。聞いてくれてありがとうございます。こんな大人になっては、だ、学生さんだよね多分なってはいけません。はい、では続いてリュウツーさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ななみさん、藤井さん、こんにちは。こんにちは。幸せすぎたエピソードを送りたいと思います。去年転職先も決めず勢いで地元を飛び出して新天地で一人暮らしを始めた時なのですが、うん、たくさんの友人から引っ越し祝いで食べ物とか家具とかいろんなものをいただいたり、ご飯にたくさん連れてってもらったことです、うん、本当にみんな優しくて素敵な縁に恵まれたなと嬉しさと幸せをかみしめていました、うん、これを超える幸せすぎたエピソードは僕の中にはなかったです。わ、今は少しでも恩返しになるよう誰かに優しくなれるように頑張っていきたいと思います。それでは。いやー、なんて幸せな話。もう心がポカポカよ。本当ですよね。人柄じゃないですか。いや、本当にリツンさんが人柄がいいから、きっとお友達の方とか周りの方も優しい方が集まるんでしょうね。そしてね、そのね、優しさをね、はい、また連鎖して届けようっていう、そのね、やっぱいい永久期間よ。そうですね、私たちにも優しくしてください。今日は誰かに優しくできるかもしれないはい、続いていきましょう。はい、海馬小説さん、はい、ありがとうございます。七海かりんさん、藤井彩香さん、ハピラジワ、ハピラジワ。テーマ投稿、あなたの幸せすぎたエピソードを教えてくださいですが、はい、私の地元北海道浦河町は競走馬の産地、うん、町内には東京都渋谷区より広い敷地の JRA 日高育成牧場があります。4月中旬には桜前線がやっとこそ通過して、はい、5月の大型連休の頃に桜が満開になります、うん、その頃には春に生まれたサラブレッドの赤ちゃんがボバと共に放牧地に姿を現します。のどかだね。子馬と満開の桜を同時に楽しめる絶好のチャンスです、うん、同時期に駿河の里、浦賀、桜祭りというお祭りが開催されますが、人混みが苦手なので秘密の場所でまったりするのが私の春の楽しみです、ということです。渋谷区より広いって、で、すごいですね。そうだね、北海道はね、スケールがね、でかいからね。いや、行ってみたいな、北海道。いや、いいね。でも桜とさ、ね、ボバ、はい、ボバとボシ、ボシとボバ、ボシっていうの馬の子供ってボシっていうのかな。どう、ママと子供の馬さん。わーいになるだろうね。それこそなんかシャッターチャンスの気がするね。確かに、いいですね。うわ、のどか、うわー、のどかー。いいね。しかも秘密の場所でまったりするのが。どこだどこだ、秘密の場所。まあ、私言われても絶対わかんないけど。わかんないけど。ね、ちょっと、いいなー、秘密の場所。私も秘密の場所で見たいないいな、なんかもう飢えてるのかも。何に飢えてます、幸せに。広大さ。あ、なるほど。やっぱじゃあ一回北海道帰って広大さを充電していただいて、うん、そうだね、うん、そうだね、はい。ななみかりんと藤井彩香のハピラジー。それでは続いて、生理食塩水さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ガリン様、アーヤン、こんにちは。こんにちは。こんにちは。私の幸せすぎたエピソードは、ラジオの生電話に関する話です。うん。うん、
毎週投稿していた深夜の生放送ラジオ番組に電話番号を書いて投稿していました、うん、メールが読まれても電話がかかってくるかどうかはパーソナリティの気分次第、うん、その日もかかってくるかもと淡い期待をしつつ番組を聞いていました。毎週頑張って起きていたのに仕事の疲れかその日は寝落ちしてしまいました、うん、起きたのは番組のラストソング中、曲が終わればあと10分強で番組も終わり、ふとスマホを見ると非通知の着信が数件、あら一気に覚醒する私の脳、吹き出る冷や汗、うん、曲が終わるとパーソナリティが番組終わるまでにあいつ起こそうぜと私を電話に出させることで盛り上がっています、うん、ほー、そして鳴るスマホ、光の速さで電話に出ると毎週聞いているパーソナリティのあの声が、その後は緊張で頭が真っ白になってしまい、うまい受け答えもできなかったのですが幸せなひとときでした。後で聞き返したら中盤で電話をかけたのに出なかったことに対してパーソナリティの方が、普段から放送中にメール送ってるのに電話出ないなんてなんだ、電話番号書いてるくせによーとずっと私のラジオネームを出していじっていただいていて幸せすぎましたとのことです。いや持ってますね。だって毎週ね持ってたのに、はい、かかってこ来た時だけ寝ててもうそれで盛り上がったんでしょ。すごい。いやこれはでもなんかそのパーソナリティやる側からしても、うん、こういうアクシデントって面白いじゃないですか、ね、なんかお互い美味しいみたいな、ね、うわーいいですねこれは、うん、いやでも確かに、うん、当人からしたらこれ冷や汗出ますよ。そうなんかね、あの宝くじ当て損ねたみたいなことかな違う？ちょっと違うかな大ずれしてた。ちょっと違うかな。なんかあの電車寝過ごしましたみたいなはぁみたいな、やばいはぁみたいな、そういうことかな。でもさ深夜ラジオってさ、はい、めちゃくちゃあのお便りのさ、うんうんうん、なんていうかコアじゃん。そうですね。そこでそんだけ知名度があるってすごいよね。すごいですよねいやはがき職人ってやつなのかな。そうかもしれない、何の番組なんだろう。ちょっと気になりますね。ねはい。さあそして、無添加さんからいただきました。ありがとうございます。ななみさん、藤井さん、こんばんは。こんばんは。あなたの幸せすぎたエピソードを教えてくださいということですが、うん、藤井さんが出演しているアプリゲームラスバレでこんないいことがありました。このメールを書いている時点では最新イベント、ハンドメイドギフトでは、藤井さん演じる和葉とランおよびかなほ様の3つの新カードが登場しましたが、うん、最初の11連ガチャでランが、2回目の、11連ガチャで和葉とかなほ様が引けて幸せすぎます、うん、もちろんお気に入りキャラは和葉にしてますということでありがとうございます、はい、あの私が出演させていただいてるあのアプリで、うん、私のキャラ演じてる子が、うん、こうあの出てくるガチャがあるんですけど、それがあの、はい、ピンポイントで来てくれたの。来てくれた。しかも2回回して、うん、全部コンプみたいな。あ、すごい。とても強運な持ち主。いやガチャねすごいよねそれ。いや、ね、本当に本当当たんないじゃん。マジで当たんないですね本当に。自分のキャラクターさ、はい、本当もうなんか6000円ぐらい課金してやって、はい、当たんなくて諦めたことあるよ。なんかなんでかわかんないんですけど自分が演じてる子って、うん、当たらないよね。本当に出てこないですよね。単純にボイスチェックしたいだけなのどんな感じなのかなって見たいだけなのに、はい、当たんないよね本当に。マジで当たらないこと多すぎて私結構ジンクスがあって、うん、その出演している作品のなんか生放送とか生配信とかがあったら、うん、そこの楽屋とかで回すとほうほうほうガチャめっちゃ当たるっていうジンクスがあって、あ引き寄せ的なことなのかな。そうなんですよ。結構それで回したりしてますね。へえ、すごい。なんかやってるゲームとかある？何系とか何でも作品名じゃなくても。でもそうですね、あの音ゲーあのシャンシャンしたりするようなやつとかはやったりはしてて、ジンクス1個あって。何？寝起きで、うん、マジで眠気マックスの状態で弾くと、うん、結構いいのが出るっていう。なんだろうね。多分その全く下心がないっていうんですかね眠いしか思ってないから、なんか多分物欲センサーに引っかからずにこう、うん、来てくれる推しがみたいな。いいじゃんね別に物欲出したってね。ガチャに物欲センサー出したら来ないんですよ欲しい子は。だ、はい、そういう下心がいけないんだ。いけないですね。私もなんかねガチャ引くときちょっといや私は物欲センサーがすごかった多分そうだと思います。チェックした方だけなのにではこんな感じで以上フリートークのコーナーでした。ななみかりんと藤井彩香のハ
ハッピラジー。というわけでエンディングです。今日はどうでしたか？ちょっともう全ては花粉のせいです。そうなんです。全ては花粉のせいなんです。あれですね、声を仕事にする、はい、なりわいにしている人の終わっていく様を皆さんに喉が枯れておるこれは何？もう本当に敵、もう人の敵ですね、花粉は。治るのかな、やばいよね。どうなんですかね。やばいよね。でもちょっとゆっくり休んで寝ていただいて、ね、本当にごめん。いえいえ。どうでしたか今日は。でも安定のお楽しさでなんかちょっとあれですね、安定してきた感が。あ、本当？こっちに足をついて話せる感が。本当？はい、よかった。意外となんか聞い取られてる方がいいのかもね、私ね喉とかにね意外と変なこと言わなくて変なこと言ってない、大丈夫ですよ。大丈夫ですか？はい、はい、それではこのラジオでは皆様の投稿をどしどし受付中です。お便り投稿フォームからお願いします。お便りの投稿フォームは YouTube の詳細ページやハピラジ公式 Twitter などからどうぞ。ハピラジ公式 YouTube チャンネルのチャンネル登録と高評価なども、よろしくお願いします。というわけで今回も無事終了ということで、はい、ペットショップに行く前に捨てられた犬や猫の里親になることをご検討ください。ハピラジでは勝手にペットの里親になることを推奨しています。 BGM はハサミマンさんの提供、そして番組の提供は RRJ でお送りさせていただきました。それではバイバーイ。